子ども音楽コンクールは TUF などが開催している小中学生のための全国的な音楽コンクールです。昨日と今日行われた東北大会には東北6県から選ばれた小中学校合わせて44校が出場。今日は器楽の部の演奏が行われました。今年は無観客での3年ぶりの会場審査となり、参加した子どもたちは全国大会を目指し息の合った演奏を披露していました。各部門で最優秀賞を受賞した学校は音源による全国大会に進むことになります。この子ども音楽コンクールの福島地区大会の様子は来月21日まで土日などを除いて朝5時10分から放送中です。